祝電をいただいておりますので、ここでご披露させていただきます。秋風が心地よい時節、本日第31回演奏会が盛会に開催されますこと、心よりお喜び申し上げます。演奏会のご成功を記念するとともに、クラブの今後ますますのご発展と皆様のご健勝を願っております。本日は誠におめでとうございます。マンドリン合奏団現団員一同様よりいただきました。ありがとうございました。それではこれより第2部に入らせていただきます。第2部1曲目は1889年生まれのオランダのマンドリン界を代表する作曲家 J.B. コック作曲によるマンドリニストの生活です。この曲は8分の6拍子を細かく刻みながら軽快なテンポで展開するマーチ仕立ての曲です。高音の優美なリズムと低音部の歯切れ良いリズムが終始展開する演奏に、晴れ渡る空の下での荘厳な行進が思い浮かびます。それではお聴きください。Thank you.
次は1918年初演のオペラ、ジャンニス・キッキの中で歌うアリアのジャコモ・プッチーニ作曲、ああ愛しいお父様です。この曲は彼女が熱い思いを寄せる青年との愛を父親に引き裂かれそうになったところで、彼へのあふれる情熱と愛を父親に伝える場面で歌います。続いてモーツァルトの楽曲の中でも最も有名な曲の一つであるセレナーデ、アイネクライネナートムジーク、第一楽章です。2曲続けてどうぞ。Thank you.
次はシャルル・アクトン作曲のゴンドラ漕ぎ手の歌です。水の都と言われるベネチアのゴンドラの漕ぎ手のセレナーデです。8分の6拍子のゆったりと甘いリズムはゴンドラの揺れる感じが心地よく伝わります。どうぞお聴きください。
本日の演奏会も最後の曲となりました。お送りする曲はフランスの作曲家フランソワ・メニケッティ作曲の劇的序曲魔女の谷です。現代は呪われた谷といい、谷間の村での魔女との戦いのストーリーを想像します。冒頭、村人が魔女の谷に向かう、不穏で重厚なフレーズに始まり、アレグロのテンポで戦いのシーンを表現しています。劇的序曲とあるようにドラマチックな旋律で構成されています。ミステリアスな世界に皆様を誘います。魔女の谷です。どうぞ。Thank you.
これをもちまして松代マンドリンクラブ第31回演奏会を終了させていただきます。本日の演奏会を最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。新型コロナウイルスの収束を願いつつ次回の演奏会を1年後の令和5年9月30日土曜日に予定しております。クラブ員一同さらに練習を重ねまた皆様にお会いできる日を楽しみにしております。なおお帰りの皆様をロビーでお送りしたいところではございますがコロナ感染防止のためできませんのでまた会う日までの演奏に乗せてステージより皆様をお見送りさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。それでは気をつけてお帰りください。